あれ？ああ、青葉。で？ああ、ごめん。うん。キュッと。キュッと。キュッと。よっ。どうだ、ナルト。ああ、ごめん。うん。どうだ、ナルト。もちろんグッドだ。うん、なんでプニス、そのせい、うん、いいか、おっす、戦闘開始。あ、俺は雲隠れの忍び、ファイトライト。このアクシスとして、お前なら一発けよ。へっ、この隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。おこっちだ。どうした？雲隠れの忍び、毎回には効かんぞ。雲隠れの忍びね。スーパン！すさまじい気迫。これは雲隠れの忍びの国。スーパン！スーパン！どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。これで雲隠れ対策。これがいかに遅いか。何やらすっとんきょうな声が。そうです、ガイさん。うん、おん。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網を舐めない方がいい。サソリのスパイの一員だったな、薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。そう、二代目ホカゲとオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思っても見なかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。
さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を。はい。お疲れです。はい、そういえば、そうそう、これそれをレザルト。Mano, eu cortava o diálogo tudo. Só que ele não sabe. Gai, só que ele não sabe. Só que ele não お前たちは。あ、私は木の葉から来たヤマト。こちらに宿場があると聞いてきたのですが。ああ、話は聞いている。よく来たな。宿場ならこの先、そう遠くない場所にある。ありがとうございます。そっちが例の。はい、名前は。渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。ふん、元気のいい。B さんといいコンビになりそうじゃないか。誰 B って。なんだ、同じ人中力なのに知らないのか。 B さんってのはな、雲隠れの中でも有名な。 B は俺様、誰が呼んだかこの俺を。サインは今度だ、チェケラッチョ。 B さん、よ。え、この人がそのB って人？ No! 俺の名前はキラー B! キラリと輝くキラー B! Oh yeah! なんだってばよ、この力入れてダジャレ言う筋肉グロさん。この方が雲隠れのキラー B さんですか。まさか雲隠れにもいるとはね。ガイさんみたいなあれ系な人。雲隠れの英雄の中の英雄、八尾の技術すら完璧にコントロールした。お前と同じ人中力だ。な、美獣をコントロール、このおっさんが。おっさんじゃない、キラー B さんだ。だったらさ、俺に修行つけてくれよ。修行だ。俺ってば九尾の人中力だけど、まだ九尾をコントロールできてねえ。だから九尾のコントロールの仕方を教えてくれ。嫌なこった。今のお前には無理だぜ。絶対キュービに食われておしまい、絶命。なんでだよ。なのやってみなきゃ分かんねえだろ。お前は滝で黙って瞑想。修行の相手は俺様、面倒。な、待てこら。行っちゃいましたね。あの調子じゃ戻ってこないだろうな。なんで無理なんだよ。しかもわけわかんねえこと言いやがって。いや、そうでもないぞ。 B さんは一応ヒントを言ってくれてる。どういうことだよ。 B さんは滝で瞑想しろと言っていた。この島には瞑想すると己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある。真実の滝か。おそらくそれを指しているんだろう。行くんだろ。当然、さっさと瞑想して絶対に修行つけてもらうってばよ。じゃあ僕も行こう。ここは未知の領域、何が起こるかわからないからね。どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだな。すみません、後から来る木の葉の者たちをお願いします。了解した、そちらも気をつけてな。
Caralho, longe pra porra, mano.真実の滝で間違いないだろうね。ここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろう。だね。本当かどうかは分からないが。おい、ナルト。大丈夫、ヤマト隊長はそこから見ててくれ。お前の真実は闇の中にある。よう、ね、誰だ、お前。俺ってば影分身してねえぞ。俺はお前だ。お前の中の大切な憎しみ、お前の根底にある感情、お前の真実の姿。俺が本当のお前だ。俺が憎しみ、お前が俺の本当の姿だと。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。俺は俺だ。憎しみなんかが俺のわけがねえだろ。いくら否定しようと事実は変わらねえ。お前は俺だ。ただし、キュービにやたらと気に入られてる点はお前と違うな。こいつ、じゃあてめえがいたから今までキュービが。そういうことだ。俺はお前自身だ。俺を追い出せはしねえぜ、偽物。偽物はてめえの方だろ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。上等だ。どう開始。お前の思ってる通りだ。実は全部同じだぜ。こっち頑張るじゃないか、偽物。くそ、あいつってばなんで余裕なんだよ。お前がいくら張り切っても俺を消すことなんてできないからだ。だっぽー。俺だけ増えようが事実は変わらねえぜ。お前は俺なんだ。意外としぶといってばよ。何が分かんねえのか。無駄なことはさっさとやめろ。俺はお前を認めねえ。あの背に追いつくまで俺は絶対止まらねえ。勝負あり。なんだよこれ。やるじゃないか。さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよーく分かってるぜ。英雄だっけか、この頃の俺の呼び名は。里のやつら、突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせに、あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら花から信用しない方がいい。どうだ、正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと。里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだろ、奴らの本質。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は、お前は俺、俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。せえ、
うるせえ。認めちまいなよ。お前は俺だ。ナルト、どうした？何があった？俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けどその闇の君をどうにかしなければ。ナルト、ちょっとあのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても話を聞いてくれるとは限らないよ。それでもヒントくらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし俺ちょっと言ってくるってばよ。焦ってるな、ナルトのやつ。忍び忍んで資金伸びた。今のはいい感じしてるぜ。いい感じ。B、お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるならあのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、B。悪いな、ハッツァ。俺に客人到来。話はここまで。オーライ。客？こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。さっき真実の滝ってところでもう一人の俺に会った。でもあいつを倒すことができなくて。それでおっさんにヒントでも聞きに来たのか、この俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ。教えてくれてもいいだろ。俺ってばキュービをコントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる、そりゃ無理だ。バカ野郎、この野郎。いえ。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。おい、B。ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ありゃ何か覚悟をしている目だ。悪い目じゃねえぜ。んなこととっくに気づいて。B。ったく、ハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概こんなサービスありえない。大体それじゃあその拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば、そういうことだな。いえ。お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよあいつの力量把握は必要。今後のために器量を確認。よし、全力でやってやる。戦闘開始。おーれ、帰り撃ち、帰りな撃ち。面白いやつだ。たくさんはどっちの味方だ。バカ野郎、この野郎。予想外の風船。手加減するのは予想外。何言ってんの、マグロさんさん。うまくいけ。
厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。シャーリング。俺の勝ちだ。どうだ。やるじゃねえか。これで教えてくれんだろ。タコ足。お前が戦ったのは擬態。俺には勝てない。絶対。気分上々、条件チャラチャラ、これにて退場、チャキャラッチョお前の中にある憎しみってのは、誰にでもある血肉の一部だ。否定をするのは己の気まま。だけどそれはただのわがまま。大切なのは己の信念。皆を信じる己の情念。人のことを考える前に、やるべきことがあるはずだ。いえ。やるべきこと。結局ヒント与えてるじゃねえか。本当に甘いのはお前の方だろ、B。ラップ風にシャラップ。別に俺は甘くない。バカ野郎、この野郎。何照れてんだ。ま、とはいえ、あとはあのガキ次第だな。確かに、俺ってば昔はみんなから冷たい目で見られてた。すげえ苦しかった。すげえ辛かった。それでもようやくみんなから認めてもらえて、里の奴ら突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせに。俺は本当にみんなに信じてもらえてるのか。そんなこと考えたこともなかった。あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。信用できない、裏切る。あいつの言ってたことは、もしかしたら心のどこかで俺も。大切なのは己の信念。皆を信じる己の情念。でもタコのおっさんはああ言ってた。信じる心が大切だって。昔の俺ならその意味が分からなかったけど、今はイルカ先生やさくらちゃん、仲間たちが周りにいてくれる。仲間のみんなは俺のことを信じてくれてるって強く感じる。感じることができる。だったら人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ。そうだ、今の俺がやるべきことは。ナルト、戻ってきていたのか。ちゃんとヒントは聞けたんだろうか。一応ヒントは教えてやった。あとはあいつ次第ってとこだ。え、キラー B さん。おっと、ここで騒ぐの堪忍。今は黙って観察。はあ。さてどうなる。いや、懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。
お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやり取りで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことをさ。あ、俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。ふざけるな。お前が何を決めたか知らねえが、お前のことは俺だけが分かってやれる。里の奴らは俺たちをずっと騙してきた奴らだ。勝手な掟を作ってのけ者にしてきた。苦しかったよな、辛かったよな。お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。ああ、里の人たちも大事だけど、信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っての。自分を信じることができなければ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それがやめろ。自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ、認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。てめえ。と開始。それはできねえよ。俺はお前だ。お前が言ってた。自分のやるべきことが分かった。だからお前には負けねえ。仲間だ。なんでそんなものを信じる価値があるってのか。価値があるとかないとかそんなのは関係ねえ。俺は仲間を信じる。ただそれだけだ。今お前に負ける気がしない。俺もお前も偽物じゃねえよ。二人で俺なんだ。勝利あり。もうこれくらいでいいだろ。お前どうだ。ちったすっとしたかよ俺。どうしてだ。あんなに苦しまされてきたのに。お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのかも。なら俺はどうすればいい。なもん簡単だろ。お前は俺になりゃいい。お前も俺なんだから。今までありがとうな。もういいんだ。ナルト。ヤマト隊長、それにタコのおっさんもいたのか。その感じはうまくいったんだね。
喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎、この野郎。と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服。そんなお前とても幸福。ね。これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠。覚悟を決めろ。出ないと師匠。よっしゃ。いいよ。改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ。ビートかましながら。よ、俺はナルトだってばよ。たく、手ばよってばよってよ。うるせえってばよ。ついに修行か。まずは場所を書く。OK。まずはナルト。ここはキュービの地、ナルト。ここがこのナルト。第四章、ナルト出生。俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施されたキュービの封印術はどんなのだ。絶望。封印術？師匠封印です。師匠封印か。立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず、キュービが完全復活したらどうするんです。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって。しかしそうはならねえよ。俺がやってみせっからよ、ナルト。よし、そろそろ扉を閉める。これからキュービとのやりとりを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中でキュービと挨拶したら、まず封印を解け。キュービが封印から出てきたら、自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。これ常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか、説明はいらねえな。よう、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った。感じないぞ。ここにいるだろ。お前の目の前によ。Thank you.
どういうつもりだ。もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺は。おっちゃんの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。この戦いは絶対に負けられねえ。一人より二人でやった方が確実に決まってる。サンキュー、ビーノちゃん。一緒に戦うってばよ。オッケー。戦闘開始。いいじゃん。やることはそう難しくない。だがやろう。この戦いはキューブのチャクラを奪うが、まあ、けど今のキューブは元気で。まずは奴の体力を削るのが優先。でないとチャクラは奪えません。キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づく。分かったってばよ。キュービの陣中力となるのが情けない。わしの力はそう簡単にコントロールできると思うなよ。こんな爆裂に引っ張るか。必要な時に俺を呼べ。最高の助力をしてやる。いいえ、力強く貴様は小さな存在だ。それはキュウリ。押されんじゃねえ、バカ野郎。この野郎、貴様の中の憎しみをもう一度に戻して。うまっすぎ。でも行けるぜ、チェケラッチョ。
いな。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。俺はやっぱり あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな。キュービの違うからで行ってあっつはついきなりとついちゃった。ったく何なんだってば。てばね、生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみなと何も言わなかったのね。もうまったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。屈しな。母ちゃん。ん？何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや母ちゃんはなんで。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる？じゃあそういうんじゃなくて、母
母ちゃんが美人の人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃって。ごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら、俺ってば美男子ってことだろ？それに、母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男は、これで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろん、あなたのお父さんよ。はあ？そういうこと？何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのは、まだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は、女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼に捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すため、とっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人の歩みに気づいてくれた。綺麗な髪だから気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を